やっと、今日。クロックタワーやりまーす。疲れた。手に入ってなんだろう。あ、これか。おお、びっくりした。あ、あれか、ゴツだけに、体がゴツいやつか、ゴツさん。胸が出すぎでしょ。あ、文章を読んだ方がいいか。ヘレン。大丈夫よ、ジェリーが。それよりもあなたを、それよりもシナモン。少なくとも私には人間には見えなかったわ。それじゃそろそろ行きましょう。とにかくシザーマンに関する手がかりを探さなくちゃ。待って、どこ行けばいいんだ。もう、どうせか、それ。あ、ヘレンさん、シザーマンに襲われたんですって。ええ。まあ、ね、あれがクロクター事件のやつと同一なのかはわかりませんが、そうだとしたらエドワードも狙われるかもしれないわ。エドワードはどこに？多分図書館に行ってるんです。あの子はあそこが気に入ったみたいです。だったら後で見に行っておきますよ。お願いします。早く帰るように言っておいてください。誰この人。いないみたい。ああ、これめんどくさいな。何これ、図書館調べて、なんだっけ、あの人。あ、サリバン先生。サリバン先生がいないことを確認してもう一回警察署行くんだったっけ、もう忘れちゃったな。あ、でも大学の研究所もあそこも行かなきゃいけないんだ。シザーマンが最初に出たところ。あそこにもう一回行かなきゃいけないんだ。もう出ないと思うけど。サリバン館長はいらっしゃいますか？何やってんねん。動画よく聞いてると分かると思うんだけど、なんかカチッカチッカチッって音がするんだけど、パソコンのモーターとかがそういうこと言ってるとかじゃなくて、時計の針が、ちょっと時計がすぐ、上にあるんで、それが針の音がするんですが、気にしないでください。今、気にしないといけないのは、俺が鼻詰まってるということだ。実況やるといつも鼻詰まっちゃうんだけど。あ、ヘレンさん、大丈夫なんですか？今日も風強えな。午前中は現場検証で入れなかったんですけどね。ところで、ベース？わかんない。マゾってクロクター事件の現場で見つかったやつですよね。そう、確かバートン教授も持ってたはず。それが、バートン先生がどっか鑑定に頼んだらしくて。ここにないの？ ええ。それにバートン先生も警察に依頼したかどうか。困ったら少しでも資産に関する手がかりが欲しいのに。そうか。早く早く早く。早くしてくれー。肉って誰って知らないの？さあ、知らないのか、お前も。わかったわ。私も後でちょっと図書館に行ってみる。それじゃ、サリバン先生にも連絡しておきますね。了解するわ。警察署にもう一回行った方がいいんだよね、これ確か。ほら、ゴッツに肉のこと頼んどこうって。今、ヘレンが図書館に行くと、多分また別の話が始まっちゃう。
ああ、思い出した。その人、一度会いに行ったら事件のことは何も知らないって言っていて。で、そのじいさんがどうかしたのか。バートン教授が謎を渡したかもしれない。なんでまた。シザーマンの秘密を解く。ね。多分鑑定してもらうつもりだったんだ。なるほど。で、シザーマンの存在を信じているの。分かってよ。何も手がかりがない状態だから、俺が行ってきて。あなたが。信用してないのかな、ヘレン。大した手間じゃないよ。ごっつはごっついから大丈夫で。ああ、これ。一応一回目も、謎を持ってってくれるときにイエスにしたんで、もう全部イエスにします。そう。ね。じゃあお願いするわ。なんか、嫌そうな感じだけど。じゃあこれからすぐ行ってくるよ。気をつけて。一人で行くんか。これでステーションが、ステーションじゃねえ、それホームだわ。あれだ、ステージが始まるんだ。第2章みたいな。あ、もう、このとこから。なるほど、そうだったんですか。あ、リックのおじさんってこの人のことか。結構いい家だね。でも壁がなんか、雨漏りした跡みたいになって、なんか汚いな。今どんな手がかりでも欲しいんだ。なんだこれ？あ、犬か。ゴッツさん、バローズ城という城をご存知ですか？バローズ城？バローズ城か。ええ、イギリスにある城です。するとバローズの一族が、ええ、そう聞いております。80年以上前のことですが。うわ、びっくりした。その城がどうかしたのかって？あ、どうかしたのか？かつてその城には化け物が生まれ、近所の子供を襲ったそうです。なんだと？まるでシザーマンじゃねえか。顔、眉毛というか目もねえじゃねえか。私はただのおとぎ話だと思っておりましたがね。で、その怪物はどうなったんだ？親父の手によって殺されたそうです。親父は13代目バローズ家の家主。親父自ら始末したってわけか。もう何この間。どんどん進めてくださいよ。なあ、じいさん、その城の場所はわかるのか？少々お待ちください。確かどっかに。足が切れとるやないかい。何？なんでそっち行くの？どうしたんだ？静かにしなさい、ビクター。しょうがないやつだ。よし、どうしたんだ？なんで？あららら、食われとるやんけ。うわ、怖この犬。あ、シザーマンなの、この犬が。あ、違う。うわ、やばい、やばい、来た。どうしよう。お、いいぞ。何やってんの？クソって何？おい、弾ぐらい入れとけよ。どこ？早く、来てるって。走れ。どうすりゃいいの？うわ、俺もなんか、夕日がなんか、血玉の背中をなんか、あれ、何言ってんだろ、よくわかんないけど。早く行こう。とりあえず、見えねえな、画面が全然。どこだ、こっちか。これだ。ベッドに隠れろ。あ、え？ 何これ？あ、これ、いけ。ハサミに挟ませろ。あ、違うの？なんだそりゃ。おごり？
いないよね。急にブワーって。おお。調べるかちゃんと。丁寧にメイキングされている。まるでホテルのベッドのようだ。あ、なんかあるわけじゃないんだ。なんか使ったけど。いや、外出なくていいよ。暗そと。意外にいい家だね。ミョロえ、なんていう、変な音。違う。あ、セーブしとくか、一回。全然セーブしてねえよ。すっかり忘れてた。とりあえず一回セーブしよう。セーブ機。